の消毒を記念しました。ひげの消毒に祈っていました。大変でございます。雨だれのように矢が放たれる、そのようなところをご覧いただければと思います。ながら進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。ただいま31世小笠原清忠宗家を筆頭に、皆様こんにちは。そしてようこそお参りいただきました。本日はさつき晴れと申しますには少し暑うございましょうか。ただ時折吹きます風がやはり初夏の爽やかさを運んでくるのではないだろうかと、そのように思っておるところでございます。旧馬術霊峰小笠原教場でございます。本日はこの度の令和6年賀茂祭のご再興にあたっての無事を記念いたしまして、ご奉仕申し上げます矢越しの引き目、そして続きまして桃手式をご覧いただきます。都度のご説明を交えながら進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。ただいま31世小笠原清忠宗家を筆頭に、引き目伊手列、桃手式伊手、諸役揃いまして賀茂の大神様への参拝を行ったところでございます。いただければと思います。本日と参加しておりますもの、総勢61名となっております。ご協力いただきますので、どうぞよろしく。本日は、この5月15日、この際、即死、ご入場になられます。拷問を、でございます。まずは、この後、少し解説は控えさせていただき、その著者、そして、ひきめかぼらの矢は、空を切りまして矢を越えていく様、このあたりを静粛にご覧いただければ幸いに存じます。なお、この引き目伊手列は笛装束をしております。引き目伊手列は木の生えるような木の装束を示しています。笛の装束に身を包みました引き目伊手列。それぞれの装束の袴の装束をするということです。男性ではこの後肩肌のというような所作に入ります。では一手二筋の矢を放ちます。先に放ちます矢を早こうで、続きまして放ちます矢を音や二筋目の矢でございます。こう落つということで矢や音やというふうに呼び名を表しているようです。そうすることによりまして、ただいまから矢の祭典でござい
れのように矢が放たれる、そのようなところをご覧いただければと思います。Thank you.